日本橋から難波はあっという間ですね。ということで大阪難波に行きました。まあ、そこもね、慌ただしい駅です。まあ、慣れてね、上本町からこっちまで開業して、延伸して、それから特に阪神と繋がってから、ね、かなりね、すごく慌ただしい駅だ。ここはちなみに2面3線なんですよね。で、こっち運転したら、ね、特急でしたよ。ひっきりなしにさばいてるんで、非常に慌ただしいんですよ。ここは、逆に上本町と比べると結構狭いですね。あれで全部ですからね。うん、そう考えると上本町というのはだいぶ狭くて、ね、大きいことが分かります。いやー、やっぱね、すごい人ですね。年末の大阪ですよ。年末の大阪ですよ。週末の大阪ですよ。そりゃ人いっぱいいますよね。まあ、一応ターミナルですよ。まあ、そこまでね、ターミナル感もないところですからね。実はね、これからね、で、どっかで降りてね、まあ、ちなみに駅中もすごいですよね。ナンバーは駅中もすごく広い。これ全部駅中ですからね、すごいね。こんなに駅中ってね、どないするねんって、まあ、需要があるのかって言ったらあるんですよね。こんだけ人がいるんですから、そりゃね、あるんでしょうけどね。特急はね、ここから乗りますよね、っていうね、案内出てますね。基本的には、ここから阪神方面に特急が出ることはないですからね。これでも安いね。こんな駅のど真ん中とかでもちゃんと安いもんな。さすが大阪ですね。あ、平蔵さんが。あ、平蔵さんって書いてあるんですけど、この木の箱に。いや、コロッケの代わり、揚げたてのコロッケの代わりはテロですよ。あれはもうテロですけどね、まあ、口の中ね、結構怪我してますからね。トイレも綺麗。まあ、同じ感じで代表すべきですからね。なんだって綺麗ですよ。ほら、俺どんだって中おしゃれ。よく分かってないけど。でも、これどう？あ、これ。あ、これ。かけうどん280円もね、普通に安いもんね。駅のど真ん中ですよ。で、こういう風に飲み屋さんとかもあるね。こっちは、あ、千ばかりか。よく見かけますけど、私千ばかりでしょ、やったことない。やっぱ、僕は日本一。まあ、言うても買ってありますからね。ネギトロこぼれ。とにかくなんかこぼれさすんですね。300円。まあ、本格早いけど、ちゃんと安いよっていう、あれでしょうね。あ、しかし、カレー屋さんの匂いというのは、なかなか、不味ですね。この後はね、ラーメン屋さん。善次郎。とにかく、これ全部見て、なんかね、会社とかそこですからね。いやー、すごいな。まあ、言うてもね、ナンバーはね、もう何回も来てますからね。それは外出ようかな。さすがにカレー食うわけにもいかないですよね。もう弁当とかも買ってありますから。でね、カナダどうするかって言ったらですね、まあ、地下鉄で言うてもね、ちょっとね、実は、札とかにですね、新間宮の方に出てしまうんで、それでね、ここをくぐって、はい、出れますね。そうすると、まあまあまあ、こんな感じやね。で、ここから生まま行きましたね。大阪のベロバスに行くのね。今もね、よう聞かれてるんですよ。こっちから行くのもだ、こんなに行くのかなと思われて、また山手焼きまで行って、ここからもね、また、なんでしたっけ、橿原神宮が、で、大阪のベロバス、そんなところ行ってられないわけですよ。もしかしてね。それもやっぱ JR できますけど、これ使いませんけど、確かに、これね、あんだけのね、特急料金払うわけにもいきません。ね、大阪メトロで行くとね、行けることはなかったか。ね、大阪メトロだと、こっちか、難波から天皇230円か。確かね、あっちの方が安いはずですけどね、あっちね。だからこれ、小麦全部確か。御堂筋線はね、めちゃくちゃ混みだから、日本屈指で混むってね、東山線ね、
名古屋とはこんな違う、あんな勢いですよ。特に梅田から、ね、あれです、梅田からあそこの街の間はね。あそこそこ。あれ面白いのか、本当桜通り線みたいな感じでね。それで隣にして梅田の方を通ってくるね、バイパス線を作ったけど。ね、名古屋の桜通り線みたいにね。うん、やっぱ結局、御堂筋線の方がコンビニみたいですよね。まあ、今回は JR 使うと思います。実は私、JR のね、南波駅ってね、昔にね、20年ぐらい前に一回来とるはずなんですけどね、全然もう記憶にもないあれですからね。せっかくですからね、JR 行きましょう。寒いな、風が吹き抜けてくるってめっちゃ動くほどある。これはペンですね。5個ほどあるのは助かりますね。よいしょ。で、JR 南波駅はこっちか。と、あ、上りもこれまでですね。階段使わずに行けるようになってるんですね。わあ、綺麗やん。南波駅も綺麗ですね。こんな感じなんや。おお、なんかやってますね。なんか不思議なもんで、大阪に来るとこうやって一人でわーって喋っとってもね、なんか行きますよね。なんか名古屋でこういうことやってるとちょっと恥ずかしいなって感じがありますけど、なんでしょうね。多分ね、結構喋り声が多いのかなっていう気はしますけどね。電車とかでも撮っても、スマホ見てる人って半分おるかおらんかですもんね。今東京行った時ってみんな、ね、二人連れの人とかでもみんなね、スマホ見とって、お一人を喋るなと思ったら大阪から旅行の人やったっていうね、そんなオチがありましたけど、めっちゃ関西弁やなと思ったら、うん、これどっち乗ってたらやろとかってね、あ、完全に大阪から旅行の人になっていうね。ってことで JR に乗っていきましょう。あ、ちなみに考えてみて、これも JR のね、ターミナル駅ですからね。JR は意外と少ないですからね、ターミナルの構造になっとる駅ってね。三重県内でターミナルの構造になっとるのって鳥羽駅。あ、そっか、鳥羽駅しかないんか。そう考えると、今日ちゃんと押さえつきましたね。ちゃんと押さえてるじゃないですか。やってますよ。これ、ちゃんとこれで動画なんとかつなげれるな。よし。で、こっちから行ったら、これ天王寺160円よね。大阪メトロでやっぱ安いよ。何円安い？40の70円安い。大きいね。よし。じゃあこれでいきましょう。まあ、いいとか使いますけどね。じゃあ一緒。2つできましたね。よいしょ。ああ、結構大阪くるくるしてますね、今日は。よいしょ。まあ、でも、マグロ橋からどうしような。王子行き。30分、あ、10分後。今日は時間じゃないですか。ちょっと中見てね。ああ、ちゃんと通れたよ。言うて駅とかですからね、何の問題もないはずですから。え、これ、1234、どっちからのトライね、みんなこっちに行くってことはこっちやな。うん。まあ、ターミナル駅ですからね、どっから、どっちも、あれですよ。2面4線あるのこれ。本当だ、地下のね、ターミナル駅とか、本当にね、何倍か違うんですよ。意外とどこかないんですよね、ここ。多分ちゃんと探せばあるんですよ。おお、なんか来てますね。おお、ガンガン来てますね。向こう側も長い方面のやつが来てますけど、パチンそれてめっちゃコントロールがいい。ほら、ちゃんとターミナル駅ですね。とりあえずここで終わりなんですね。2面4000取ってあるの？取ってあるな。4000取ってあるんですね。201。おー、疲れて、まあ、王子まで行ったら来ません、ね、天王寺まででいいんですよね。よし、もうどっかで消えてるはずですけどね。向こう方面か、あんま座れますね。よし、